ちっ、なんでなんで、なんで。小原さん、まだ決心つきません？なぜイエスと言わないんです？おう、やがてもう12時ね。よろしい。では1分だけ考える時間をあげましょう。1分よろしいか。ミスター小原、イエスオアノー。あと30秒。20秒。あと5秒。
杉ちゃん、私たち横浜へ来るんじゃなかったね。珍しい西洋の曲芸だというので、町回りだけであれほどの人気が湧くんだから、今さら格別寺市でもあるまいよね。え、ねえ杉ちゃん、いっそ諦めて今のうち横浜立っちまおうよね。その方が。姉やん、何日にわざわざ横浜までやってきたんだよ。だってさ、とてもこの横浜じゃヘボン先生に診察していただくどころか宿の払いさえ稼げそうにもないじゃないの。見込みのないところにいつまでいたところで。受け身は大体均等だし、全然音に変わりはなし。いちいち分析する限り、従来の鑑定法では到底。これは不良貨幣であることに間違いはないが、さて偽金と断定してしまうことも。さよ、相手がヤコブ商会では。別に偽金と断定も。勘定方。はっ。ヤコブ商会が本日上納の関税総額は。はっ。28,470両2朱。28,000。そのうちから跳ねたのが9,108両。9,000両。9,000両の不良貨幣。9,000両か。先月までは多いといっても月々1,000両内外だったのが、いくらなんでも9,000両。これはもはや横浜運上社の責任として、このまま受け取るわけには。いくら相手がヤコブ商会であろうと。はい、ごもっともだね。いや、一体ヤコブ商会。確かに受けたまっております。それはもう、手前どもといたしましても、はい、大変その、恐縮に。しかしね、日本政府ヤコブ商会に商い許してますね。ヤコブ商会、日本で商いする。日本人から日本のお金を受け取る。それ、良くないのが多いという。これ、なぜヤコブ商会の責任ですか？悪いお金、通用を許しておく日本政府、責任ありませんか？いや、それゆえ政府におかれては、通貨統一を急ぎ、すでに大阪造幣局において、新貨幣の鋳造を準備中で。それ分かっています。ではその新しい金貨出来上がれば、ただいまヤコブ商会が持っている日本の悪いお金全部引き換えてくれますね。何万両、何十万両、何百万両でもその新しい金貨と引き換えてくれ。そうですか？それはそう簡単に我々がごとき。なあなあ、その返事はっきり決まった上でまたご相談します。
人力車を、おいおい人力車を、私いとこ小原正樹と申す者がヤコブ商会ドックに造船技師として勤務中で、東京から面会に参ったのですが、市外立ち入りの手続きその他何分のご配慮。買い物に、どうぞ一緒についてください。わかりました。わかりましたね。わかりました。はい、どうもありがとう。はい、どうもありがとう。何何何、みんな来ましたね。よろしく頼むよ。ご苦労ご苦労ご苦労だな。おい、プラタ。あ、なんだまた買い物のお供か。待つ。うん、おい、何ネットの買い物までさせられるのかい。おい、中さん、何してるの。はいはいはい、変な奴だな。 Where is ヤコブ親方？ドックの方行かれた。うん、私、三浦勝彦と申しまして、実は…皆さん、お分かりになりましたか。で、だいたいいつ頃に、ボス、ボス、
あなた、鞍馬天狗を知らない？鞍馬？聞いたことはあります、うん、しかし、それと何の…鞍馬天狗、攘夷派の浪人ね。外国人排斥、外国人と親しくする日本人みんな暗殺する。現にヤコブさんが狙われてます。小原さん、ヤコブドックの技師ね、鞍馬天狗に連れて行かれました。証拠が何か？うん、突然書き置きを残して。書き置き？なんと。鞍馬天狗にと、それだけがはっきりと机の上に書いた。大原さんはそれっきり行方知れない。はい、シャープ。テンスさんっていうか、鞍馬天狗。鞍馬天狗。やれ、ほら、やれ。せっかく横浜へやってきて、このまま引っ返すなんて、嫌だよ。ほら、ほら、そんな。ねえ、スギちゃん、諦めてよ、ね。だいたい、私たちの分際で、ヘボン先生のような偉い西洋のお医者様に診ていただくなんて。言い出したのはオラだ。オラなら無理やねえやん、進めて。だってさ、当人の私がもう諦めたんだから。オラ、オラ諦めん。そんなこと言ったって。諦めん、帰れ。俺明日から鳩場人足になって働いて金貯めて、姉やんチョコ連れて先帰れ。俺は働いて金貯めて迎えってやる。そんなできません話。先帰れ、姉やんチョコ連れて先帰れ。お兄ちゃんな、そんな森豊かってできませんことな。あ、それじゃあな、ぼっくり様に聞いてみようか。表が出たらお兄ちゃんの言う通りにすると、裏が出たらお姉ちゃんの言う通りと。ぼっく様、ぼっく様言うてんか、裏か表か、ぼっくりこ。カニ、カニ、カニ。おう、変わったものを下駄の歯に。どうしようと、おいらの勝手だい。下駄の歯抜けようと、おいらの稼ぎにはなかろうと、下駄が買えまいと、お侍さんのしたことかい。スイちゃん、スイちゃん、なんてこと。返してくれよ、よう、よう。これ、売ってもらえないだろうか。買うって？いくらで？いくらででも。いくらででも。ふーん、大きなこと言ってやるわ。じゃあ、姉やの目、ヘボン先生に見てもらうだけ出してくれるかい？スイちゃん。ヘボン博士に？うん。姉や、目が見えねえんだ。それでほら、姉やの目直しに、世界一のヘボン先生に見てもらいに、横浜までやってきたんだけど、ピクボやら何やら、核ベージなんかじゃ追っつけないんだよ。第24番、和田さん。はい。はよ。はい。ドクターヘッパー。では、手術さえうまくいけば。そう、大丈夫見込みあります。確かに。
私受け合います。だが手術して後が大変大事、難しいですから、毎日続けてよこしてください。承知しました。では何分どうぞ。くっついている。え？あのアクミクラに。なるほど。ぼんやりのクラーター。なかなかどうしてぼんやりでもなさそうだな。ねえやん、スラランプ。ゆうべとどんなに似合って見える？スギちゃん、今日はただちょっと下調べしていただいただけだもの。そんな。お兄ちゃん、ほら。でもちっとは違って見えるだろ。そんな、だってメガネかけてもらったんだもん。このメガネは光線よけだから、これをかけると余計物は見にくくなるの。チッチッ、なんでなんで。杉作、本当に療養していただくのは明日からだから。だって普段だって少し見えるんだもん。メガネかけて見えないなんてインチキだな。少しは見えるってどの程度に。はい、ただぼんやり暗く。ぼんやり暗く、なるほど。ぼんやり暗く、近いところのものなら少しは分かります。ここに何やら白い光るものが。縫い針でございますね。そう、大丈夫。目の領事では世界で何人と言われる人だし、その人が引き受けたとなれば。メシ炊けただよ。取りに来させて。メシ炊けただよ。それではまたの。あ、あの、俺今日から家来になったんだから、オラなんて呼ぼうか。何を。ふんふんふん。角兵衛寺氏の大将だから親方だ。親方だね。親方。親方。親方だよ。親方だね。87% になりました。8割7分。いや、ご苦労。
お待たせいたしました。概略こういう計算に相なります。全国七回工場におきまして、先月中に取り扱いました含有金分2割7分以下の不良貨幣は、その 87% までが横浜で流通。さらにそのうち、当横浜運上所扱いによる不良貨幣の9割6分までが、ヤコブ商会の関係となっております。その事実は、すなわち明らかにヤコブ商会が。なお、分析表によりますと、ヤコブ商会上納不良貨幣の純金含有率平均は1割3分弱という計算に。断じてこれは大規模な不正が企てられているに相違ありません。もし当運上省がヤコブ商会に対し不良貨幣の受け取りを拒絶したとすれば、いや、当然経済逼迫を口実に、まず第一にドックを閉鎖するでしょう。そうなると目下建造中の、しかしこの際それぐらいの蒸気船の一層や二層ぐらいは、それぐらい、いやそれぐらいのと言われるが、ただ一口に一層や二層のと言われるが、今日本全国にどれだけの数の蒸気船があるか。例えば今この横浜港に停泊しているだけの外国汽船に、せめてその何割の船が日本にあると考えておられるか。いや、私はただこれからの日本、全世界を相手に発展していかなければならない、これからの日本にとっては一層の蒸気船は外国の何ぞ何十層にも匹敵する貴重な、何者にも買い難い実利。いや私はとりわけ現在ヤコブのドックを使用して建造中の蒸気船は最新型の鋼鉄張りで、だからわずかの改造ですぐに軍艦にすることもできるように設計された大切な船ですぞ。日本の、我が日本国の船ですぞ。借りて作っているところはヤコブのドックであろうと、それがしとてもヤコブごとき叩き潰してしまいたい。しかしせめてあの船が完成するまでは、できるものなら、許されるものならせめてあの蒸気船が。どうも失礼を。それはよくわかります。ただみすみすこうした不正をこのまま売っちゃっとくという、いや売っちゃってはいないと申されますと、決して公私傍観はしていないという意味だ。実はすでに監督当局のお計らいを受け、ヤコブ商会の不正を確かめるため、西郷閣下のご配慮を得てある人物に活動していただくことになり、もうとっくに横浜へ入り込んでおられるはずだ。名前を言えばご存知かもしれないが、西郷閣下の古くからのお友達で、これまでずっと閣下の陰になって働いてこられた御仁だと聞き及んでいる。 No, there's no one here. There too.
ここはドックのどの辺だ。さよう、ドックの真下の見当あります。この地下道は A93 ヤコブ商会の地下通路あります。喋ったのか。中なまけ書いたな。ええ、これ持て。それを難しい言葉で言うと経済という。経済、悪いお金がはびこるとその一国の経済がめちゃめちゃになるのだ。わかるかね。わかんねえ、ちっとも。グレッシャムという西洋の学者が唱え始めたのだが、悪かは良かを駆逐すると言ってね。ダメだ俺、経済問題に嫌だよ。この小判は何でできているな。金さ、決まってる、一両の小判に一両の値打ちのあるのはこの一枚の中に一両分だけの金が入っていなければならないんだ。うん。ね。それはそうだ。ところが、それだけの金の入っていないのが多いんだ。偽金だね。いや、偽金じゃない。ちっ、ややこしいな、経済問題っていうのは。ついこの間まで300諸侯と言って。うん。徳川幕府の時代にはお大名が300人もあり、そのお大名が天でに自分の国々で通用するだけの金を作っていた。
その国々によってお金の中身がみんな違う、うん、ひどいのになると2割7分の金しか入っていないのは。そんなんでよかったの？いや、これまではそれでもまあ済んでいたのだ。ところがご一心でお大名が全部なくなり、うん、日本全国一列一体になってしまったものだから、これまでその国々でしか通用しなかったもろもろのお金が一時にごっちゃ混ぜになって日本中に流れ出したの、うんうん、そのどさくさ紛れにだね、うん、もっと悪い金、うん、1割ぐらいしか金の入っていない一人小判を内緒でどしどし作り出し通用させようと企んでいるやつがあるんだ。あ、ヤコブだね。ね、証拠がない。証拠がないって？ちくしょう、そんなの売っちゃっといたら日本国の損じゃないか。だから親高、うん、おらおら、何か手助けできんかな。おらできんな、何でもやる。杉さん、何ができるな。うん、何にもできねえ。何にもか、経済問題は苦手だし。あ、パチンコ。それから？それから、それから、ちくしょう、オラでできることなら、ちくしょう、ちくしょう、これだけだ。ああ、遅くなって。だいぶ待った？いいえ、あの船で、つい今。そう。ああ、それ。おはらよし。ゆか。あ、ゆか様で。で、こちら様とは。あの、いとこなので。あ、さようで。どうも。お邪魔いたしました。相手の下手人の男は？その男はまだ横浜にいる。ではもう居所も分かっています。しかも宿屋にいるこの片日があの連中の中に。なるほど。なるほど、ボンクだな。こいつめ。
あ、おりきさんたち、ヒボン先生からの帰り、きっとどっかで困ってるだろうな。うん。迎えに行っておやり。うん。日向川？小降りになるまで、この辺で待っていいよ。うん。おう、気をつけていくんだぞ。どうしくの局場の方からもうお帰りの時刻と存じて。あ、何か。率直に申し上げる。実は、お手前ご所持のヤコブドック通用門館を拝見願えればと。まさきというのはお手前ご当人か。ご推察に任せましょう。何？小原まさきはそれがしのいとこだ。そのいとこは目下行き方知れず、おそらくは何者かに殺害せられたと信ずべき筋がある。その小原の門下を所持する以上。いや、これは私がもらったのですよ。誰か。ご当人がある子供にくれてやられたの。さらにまた私が。よくも抜け抜けとす。気を下ろすな。いや、私は本当のことを言ってますよ。ならば、おらはいかがいたした。どこにおる。知りません。知らないで済まされることと思うか。刀にかけても言わさずにはおかんぞ。ん？無体な。何か存ぜぬことはどうも。よし、白君だ。熊の呼んで今さら恥ずかしい。武士は武士らしく。出し方のない。逃げんな。待て。私はことはこのまんが言うか言わぬか。それとも刀でことを消したいか。どうだ。ご随に。よし、よく申した。あなたはそれでは正しい判断を誤るというのだ。黙れ。行くぞ。引き分けのない。いい具合に邪魔が入って気合がそがれた。刀を引きなさい。勝負は私の勝ちだ。何？もうお相手を断る。同じ宿に泊まり合わせている。落ち着いて話し合う機会はいくらでもあるはずです。
おお、大手術よ。うん。それで？多分これで見えるように見えるようになるでしょう。おお、よかった。それでしばらくの間絶対にきつい光線に当たらぬよう。もし領事の途中で間違ってきつい光線に当たると、もうすっかりダメになって取り返しがつかないから。よかった、よかった。杉作。おい杉作、どうした？嬉しいんだろう。ねえねえねえ、わーい。大の字さん、どうですね、あなた偽鞍馬天狗になる。あなた偽手紙を書く。あなた三浦を切る。あなた自分の仲間連れてくる。その入りよう。よし、やろう。したお盆はあいつどうしましょう。僕らか、ね、同じ釜の飯を食っとるんじゃ。入れてやらんけりゃ。何ですか。昔昔いといっても4年で明治元年の頃までだが、当時鞍馬天狗と称する怪人物がひとしきり活躍したもんだよ。今日ではもはや伝説の人物じゃがね、そいつが再び文明開化の横浜に現れたというんでね、そいつは今晩退治に行くんだよ。鞍馬天狗の居所が分かったんで。天狗の居所こいつはいや、もともと鞍馬天狗なんかおりませんよ。おりもせんのに退治に行くってところがご愛嬌なのさ。できたぞ。当たりくじは3本、天狗退治の友をせつかって金三両の日当にありつくと。よし、さあ死にたい死にたい。しまった。
たちはご一緒では。こんくらいのやつ、うまいくじ引き当てやっての。今夜は、お手当て三両のブロモケにホクホクもので出かけていったよ。うまいことやりおったよ。なんぞ。いや、失礼を。いかがなされました。プラマテング。プラマテング。プラマテングから呼び出しをかけてきた。では、あの蔵。あの曲だの。倉田氏はやはり私の思い違いだったらしい。蔵の天が他にある。とにかく時間がない。行かんけれ。ゆかさん。はい。あるいはこのまま帰れぬかもしれぬが、もし帰れなかったら、倉田氏にはあなたからよろしくお詫びを言ってください。小生の立場より希代の従兄お原氏を葬りされるなり、希代もし真相を極めんのいやらば、これに応ぜ帰して高来を待つ。次元、今夜月の出より一時以内、場所日本松弁天において、フラマ天狗三浦学家玉館か。よろしいか。あの手紙に釣り寄せられて、やがて相手がやってくる。相手というのは、今にわかる。で、大の字さん、あなたは鞍馬天狗になってあそこに隠れて待つ。やがてその相手やってくる。そこで鞍馬天狗出て行って切る。それ合図。隠れていた私たち飛び出して駆けつける。大の字さん、たたこを真似しながら逃げてしまう。私たち、その人助ける。それだけです。終わり。みんな、わかりましたか？お、来た来た。みんな、隠れて。こら、こらた。おい、もうこら。ここです。いや、ようこそ。お待ち申していた。大の字。ですから、いとこさんが造船技師としてご勤務中に、何らかの機会か岩造貨幣鋳造の秘密に気がつかれた。それと知ったヤコブが一味に加わって協力するか、それともと脅迫した。その結果と私はこう考えます。ああ、なるほど。それ以外には。そうですか、岩造貨幣の。しかもその糸口を与えてくださったのがいとこさんです。
小原が、小原さんが書き置きを残してくださいました。これが、この門下が。読めない。我には読めません。木目や傷が邪魔になって、しかしかえって目の見えないものには指先で探って読めることがある。ああ、おりきさんが。そうだい、姉やんが読んだんだい。ヤコブに殺される偽金工場がドックの下にある。地下室に行くには。杉さん。え、ゆかさんを迎えに行った時、おりきさんとちゃこちゃんは宿にいたか。俺、お嬢さんのお迎え場が聞き取られる。え、何さ。クラスさん、何ぞ。相手はヤコブだ。もしも私の素性を見破ったなら、私の代わりにおりきさんたちは人質にさらっていかないとも限る。待てか、俺。杉さん。ついたのか知らないけれど、そんなに早く治るものかね。だってだって、ヘバン先生だもの。嬉しいな。倉庫に収めてあった分は、だいたいこれで全部運び終わりました。うん、おい、おい、早くしろ。何？また何？探り当てようためのこっちの契約なんだ。三浦さん、あんた東京へ行ってくださらんか。東京の西郷さんのところへ。え、すぐに手紙を書きますから。西郷閣下。はっ、事態は手紙にしたためます。事態は寸刻を争うのです。毎日敵が。そう、敵が先手を打って
地下室の造幣口を爆発させて証拠の隠滅を図る。峰村さん、それだけでは済まない。元蔵工場のちょうど上には、あ、ドックだね。そう、蒸気船があるんだね。そうだ、現在の日本にとって何者にも代え難いほど実に貴重な一石です。それがまたヤコブの狙いです。地下室へ手を入れてみろ。ドックまで吹っ飛ぶぞと。三浦さん、行きましょう。すぐ頼みます。万事は西郷さんに。承知しました。では手紙をしたためます間、暫時。倉田様、倉田様、倉田様、おーす、アワープリティクラーター、オールモストインザトラップ。何グズグズするか、早く。Thank you.
それ預かりましょう。おかけください。ピストルを撃つ、音する、具合悪いね。やがてもう12時の時計を打ちます。それまで待ちましょう。一つだけ聞いておきたいことが。ああ、どうぞどうぞ。あの、めくらの女と娘の子は。ああ、無事でいます。ドッグの地下室にね。それから他に何か。またありがとう。それだけ。私の命令が聞かれないの。だって、オラオラ。聞き分けもない。オラだ。橋を引け。はい。
倉田さん、ようこそ。まあ、わかり。お姉ちゃん、お姉ちゃん。罪もとかもない女の命。それから、倉田さんご自身の命。それからヤコブの秘密どうです？取引しませんか？イエス？どい。ほらい。ほらい。ところでこの上はドックですね。ドックの中には何がありましたかな。さて、そこで
何するもの知ってますか。ヤコモ、倉田さん、蒸気船どうしますね。イエス、どう、え、
たちは蒸気船は救われた。堀木、あらあれ堀木さんが、堀木さんが、堀木さんはヤコブに殺される前から死ぬ覚悟を決めていたらしいです。死ぬ覚悟で？そうです、書き置きが書いてありました。倉田様、私はヤコブに殺されるのは何ともありませぬ。ただ一目お姿が見たかった。どのようなお方か。姉やん、姉やん、見えるかい？姉やんが命捨てて助けた蒸気船が立派に出来上がってな。今日初航海の船出なんだぜ。ほら、ほら、見えるかい？お姉ちゃん、見えるじゃろうか、目くらでも。なあ。見える。立派に見えると思う。お姉さんはもう、神様になられた。あの船と一緒に生きていられる。本当？本当だね。本当とも。